から70。どうもちゃん、篠原です。今回は偏差値60から70に上げる方法について話したいと思います。はい、偏差値60から70ですね。で、このタイミングになるとどうなるかっていうと、偏差値60っていうのはまあまあ集団の中で上の方ぐらいなんですけど、まあ70っていうと全体の上位 3% とか 2% とかそれぐらいになってきます。で、そのぐらいになってくると結構ね、めんどくさいことがいろいろあるんですよ。で、そのめんどくさいことをいろいろ潰していかないといけないんですけど、このタイミングで必要になってくるのは理解なんですよね。理解するっていうことが必要なんです。この各科目の自分にとってとか、その各科目の本質、一番大事なところを理解するっていう力が必要になります。で、この理解するのは申し訳ないんですけど、もうね、正直ね、いい先生しかいないんですよ。いい先生に見てもらうか、もうそれか、もう生まれ持って自分の頭がいいか、どっちかです。で、もういい先生に見てもらうしか、もうこれはないと思います。本当に理解するのは自分でやるのは相当大変というか、まあほぼ無理じゃないですかね。ほぼ無理に近いんで、このタイミングで初めて、まあ塾とか予備校っていう選択肢が出てくるのかなと思います。塾とか予備校っていうのは、この何でしょうね、いい先生っていうのを見つけるために行って、だからあまり先生が良くないところに行ってもしょうがないんで、塾とか予備校行く前に、まず体験授業は絶対やった方がいいですね。体験授業は絶対受けた方がいいかなと思います。で、そのタイミングでこういい先生に応用ですね、応用問題を教えてもらうっていうことが必要になります。で、応用問題って言っておきながら、本質はね、やっぱり基本なんですよ。基本なんで、この基本がどういう風に応用されるのかっていうことで、あと理解するときに大事になるのは、その各科目の、まあ、本質なんですよね。本質、英語の本質とか、そういう数学の本質とか、そういうものを理解することができさえすれば、結構ね、こうスッと成績って上がるんですよね。偏差値60から70までの間って、上げるの相当大変なんですけど、上がるときはパンと上がるんですよ。で、まあ、そのことをね、人は才能とか言ったりするんですけど、実は学問なんて才能なんかじゃなくて、この本質をいかに理解するか、いかにこう自分のものにするのかということが大事になってきます。です。で、あと、まあ、プラスアルファとしてこのタイミングになってみると、まあ、自分の、好きなことからやった方がいいです。数学とかだとやっぱり得意な分野、苦手な分野あると思うんですよ。で、せっかくここまで穴を潰したっていうところもあると思うんですけど、やっぱり俺なんか二次関数とか微分積分なんか点取れるんだよねっていうところとかを優先してやった方がいいと思う。で、そういうところでこう飛び抜けるところをいくつか作るんですね。まあ言ってみるのはハリセンボンみたいなもんですよね。ハリセンボンみたいにこうパンパンパンと尖ってるところをいっぱい作っていくと、全体として大きく見えるみたいな、っていう風にするのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、だから自分の好きなところ、点が取れるところ、得意なところ、勉強したいと思うところを伸ばしていく。英語だったら音読が好きなんだったら音読やればいいと思うし、単語を覚えるのが得意なんだったら覚えたらいいと思うんですよ。というふうに自分にとって得意とかできるっていうところをまず優先的に鍛えていくのが一番楽だし、多分やってて楽しいのかなと思います。はい、ということで今回偏差値60から70にする方法で、偏差値70までいくとね、ごめん、正直70から80も一応言いますけど、70から80はね、これちょっと僕も一応、84.9 まで取ったことありますけど、運です。正直運と才能です、ここら辺は。正直受験生生活でそんな偏差値80になるほど勉強できるところはないと思う。そんな科目そんな時間ないと思うんで、正直この辺になると、まあ運ですね、問題との相性とか自分の才能とかですね。はい、まあ、それはあんまり期待してもしょうがないんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回ね、偏差値60から70に振る方法ということでお話しました。ぜひ皆さん、これやっていってくれたらと思います。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。